しばらく寝てろ。手間取らせ。どれにするん？どれにするん？上流。任したわ。一度寺に戻りましょう。よろしいですか？ああ、もうやることは全部済んでる。さすがですね。では大阪ともしばしのお別れです。渡瀬の出所を待ちましょう。酒が聞いとった量とちゃう。ええからあるだけ持ってこいや。色つけてはろたるわ。おお、鶴の葉、久しぶりやの。あんたも忙しそうやないか。まあな、明日になったらやっと肩の荷下ろせるわ。そうか、頭が戻ったらいよいよ会長も後目譲るやろ。明日の出所祝いはそのケーキ好きや。渡瀬組が忙しになるんはむしろそっからちゃうか。確かにせやな。けど頭の襲名を一番喜ぶはずやったんは西谷会長や。それが今時勝ち込みでやられた上に上流とかいう犯人も見つからん。ほんま何があったんや。うちでも調べております。俺も世話になった会長殺されて腹渡にゆっくり帰っとる。世話になった？お前がかいな。なんでっか？なんやおかしなこと言いましたか俺。まあある意味可愛がられとったもんなお前西谷会長にじっくりなぶられながらごつなったんやろ。身も心も奴隷にされとったんやな。あの人は関西極道の鏡です。可愛がられて光栄でしたわ。西谷会長のことは親父も胸痛めとるはずや。明日は明るい出迎えたってくれ言われんでも分かっとるわい。ほなな。同じ近江の門に嘘つくっちゅんは胸が痛みますね。そんな余裕あるかい。こっちも命がけや。あいつなんか解散宣言聞かされて真っ先にブチ切れよるやつやで。ほんま明日は誰が何しおるかまるで見えん久々にヒリヒリしますわ。桐生さんはどないしてる？まだ大道寺一般とこです。これから大阪来るはずで。明日いよいよですね、桐生さん。座禅中なんだがな。ええ、ではお構いなく。いいさ。いつでもどこでもできんのが座禅のいいとこだ。大道寺にとって極道の解散は言ってみればどうでもいいことでした。しかし今になって風向きが変わってきたようです。ん？あなたはご存知かどうか、青木亮という都知事が荻窪先生を追い落とし、後釜として民自党の幹事長になりました。彼こそが表の政治と裏の謀略で近江や東上界に首輪をはめる権力者です。若くして図抜けた力を握ろうとしています。それは大道寺一派にとっても目障りこの上ない。でも明日突然近江連合が解散すれば青木には深刻なダメージでしょう。つまりあなたのしている仕事は一派にとっても有益ということです。加えて渡瀬組から受け取った500億の資産ただ飯食いと言われたあなたが誰よりも大道寺に貢献している。そうやって金で手のひら返してると安く見られるぞ。命を救われた恩もある。まあそれは私の個人的な話ですが。どうした？今日は嫌に塩らしいな。部下との密なコミュニケーションは組織運営の基本です。勉強になるよ。まあそんなわけで今の仕事が済んだら少しのんびりしてくるといいでしょう。私から上の者にあなたへの褒美をねだっておきます。褒美？ここにこもりっぱなしでは息も詰まります。休暇で一人旅なんてどうです？いい気分転換になりますよ。沖縄や神室町はさすがに避けていただきますが、なるべくご希望に沿います。一人旅か。普段はあまり頭にないかもしれません。でも改めて考えれば一つくらいどこか行きたい場所はあるでしょう。そういやいつかハワイに行きたいと思ってた。何か思い入れでも？ユミが言ってたんだ。結婚式といえばハワイでしょって、何かのバカ話の時にポロッとな。ユミというのは沢村ユミさんですね。沢村遥の母親。あなたにとっては最愛の女性。七荒昼記念協会。ん？ひまわりという片田舎の養護施設で育ち、夜の街に生きたユミが憧れた場所だ。その教会がハワイに？だから俺は死ぬまでに一度この国から出て、こいつをその場所に届けてやりたいと思っていた。俺が唯一ユミに送ることができたプレゼントだ。桐生さんにそんな素敵な思いがあるとは知りませんでした。花は？はい。余計なお世話だ。確かに私の悪い癖です。アイスとは結婚を約束していたわけでもね。若い頃俺はずっと思いを伝えられずにいた。やっと口にできたのはあいつの死に際だったんだ。桐生さん。やっぱり今のは忘れてくれ。ハワイってのもたまたま思い出しただけだ。それにまずは明日を乗り切らねえとな。近江の極道たちを前にいきなり解散を切り出すんだ。何が起きるか分かんねえ。ハワイや旅行先でなくてもいいんです。他に何か欲しいものがあれば何でも。俺は自分の人生も名前も消した男だ。欲しいものは何もねえ。もしあったとしてもあんたに用意できるもんじゃねえ。実を言えばあなたが望むものは分かっています。しかし沖縄の子供たちと会わせることだけはできません。ああ、よく分かってる。来はった。お前も来ていたのか、鶴野。ええ、あんたをお待ちしとったんです。こちらの暇人が上流来るまで待ちたい言うて急に来てな。うちは忙しいっちゅうのにほんま迷惑やったわ。わーったわーった、うっさい女やの。どうした？何があった？ええ、大したことやないんですが、明日の話です。もろもろ説明しとこう思うて。せやけどここじゃなんですから。明日親父とは蒼天堀の外れにある建築現場で待ち合わせです。親父は無所出たその足で来ますんで、バシッとスーツに着替えてもろうてから近江連合の本部へ向かいます。渡瀬は俺が来ると知ってんのか？ええ、弁護士づてですが、親父にはあんたのことを何もかも知らせとる。俺らが西谷やった時、あんたが居合わせとったことも。そうか。その説は騙すような真似してすんませんでした。お前が説明したい話ってのはそっちか？後悔してるわけやない。やり直したとしても俺はやっぱり西谷を殺します。ただ騙し討ちであんたに手汚させといて、あいつは殺すべきクズやった、自分は正しかった言うて詫びも入れんのは、それはあかんと思い直しました。明日をもって俺は何の肩書きもない元ヤクザや、そんなもんに頭下げられたとこであんたにええことは何もあらへん。せやけどほんまにすんませんでした。極道として生きてきたのは俺もお前と同じだ。すんませんじゃ済まないことだらけ。お前だって今本気で許されると思って頭下げてるわけじゃねえだろ。お互いやっちまったことはこの先の人生で背負ってくしかねえ。近江や東上会を解散させたとこでそれは同じだ。要するにそれはお許しいただけへんということで。答えは自分で考えろ。自分で考えろってそんな殺生なイエスかノーかの話やないですか。桐生さんに許してもらわな明日に備えられません。お前俺に文句言えた立場か？あ、そうですね。重ねすんません。で話はそれだけか？いえ、一つだけやけどニュースもあります。ん？さっき近江連合の本部に侵入者が現れました。その一人が元東上会の春日一番って男で、桐生さんご存知でっか？最近18年ぶりに無所出てきたんです。うっすら聞いた記憶はある。18年前は俺も檻の中にいたんだな。別の無所だったが。それより春日は何でオウムに侵入を？春日はもともと荒川真澄の子分でした。それが出所後浦島太郎よろしく神室町に戻って、そこで荒川に撃たれたんです。何だと？その時荒川は近江連合に対して東上会の裏切り者を演じ取ったとこでした。芝居を続けるには元東上会の子分を容赦なく撃つ必要があった。それにそうせな春日は他の近江に殺される可能性が高かったんです。だから荒川はギリギリ殺さんように春日を救うために撃った。大した離れ技じゃねえか。春日はその後荒川の真意やら解散計画のことやら全部知りました。でおやっさんとした荒川の呼びかけに応じて大阪へ出てきたっちゅうわけです。明日解散宣言の時も俺らと一緒に備えてくれる？戦力として期待できんのか？真島五郎と冴島大が相手に互角やったそうです。もちろん春日はもう何人か仲間連れてましたけど。そいつは確かにいいニュースだ。明日うちの親父が解散切り出した時はっきりどうなるか読めません。信用できるもんはほんの数人。せやけど親父と東上会の六代目はその場の近江全員に宣戦布告する覚悟です。二人を守りきって解散を遂行するんが俺らの仕事や。ああ、いざって時は俺もあいつらの盾になる。その用心棒代込みの500億だったんだろ。恐れ入ります。ほな桐生さんも明日に備えてゆっくり休んでください。お待ちしておりました。親父も時期到着です。今出所してこっちに向かってますわ。用が用なら盛大に迎えるとこやけど、無所での出迎えは禁じられてます。それは近江連合若頭でも同じことで。ああ、承知してる。せやった。あんたも10年食らってはったな、親殺しの罪で。これから近江ぶっ壊そういう俺らも似たようなもんやけど。なんやシシド、急におじけづいたんか。長年あった極道の組織と歴史を俺らだけで幕彦言うんです。頭は緊張せえへんのでっか。しとるかもしれんけど、もう腹は決まっとるからな。お前気ぃつけろや。親父の前でそんなくだらんこと言うんちゃうぞ。へい。親父、お帰りなさい。おう、お勤め親父、ご苦労様でした。親父、親父、お前らもご苦労やったの。おかわりありませんな、親父。おかえりなさい。鶴野、宍戸、ようやったな。死んだはずの竜を生き返らせたんや。大変やったやろ。超手こずりましたけど、元手が500億あったもんで大道寺の首輪もかなり緩になりました。よう来てくれたな、桐生は。お互いややこしい立場になったもんや。あんた探すのにどんだけ銭つこだか。だってそうそう金の話とはな。昔はもっと夢のある男だった。死人に化け取った男がどの口で言うとるんや。だいたい最初から無理やったんとちゃうか。死体も身内に堂島の竜が死んだ言われて誰ら真に受けんねん。んなもんアホだけや。お前以外はみんな騙せていた。本気でそう思とるんやったらあんたも大概やな。しゃあけどその話はもうええ。今日はあんた抜きではやれん一大事がある。極道終焉の日や。ああ、思い切った手に出たもんだ。お前も大吾も。わしらが思い切ったんとちゃう。時代がわしらを追い詰めたんや。政治家や警察の皆様がとうとう法律でわしらを人間扱いせんでもええようにしてくれはった。この先極道は組織ごとお上の言いなりになるか、地下に潜ってマフィアになるかや。そうらしいな。今やったらまだ第三の選択肢を用意できる。組を解散して新しい受け皿でできる限り多くの極道を救い上げる。これが遅れれば遅れるほどわしらにできることはなくなってくんねん。んでより多くの国土を路頭に迷わせることになる。それが正しい判断かどうか正直俺には分からねえし、口を出す資格もねえ。だがお前らが命張ってやろうとしてることだ。手重ね理由を思いつけなかった。あんたも大道寺のリスク背負ってきてくれてることは聞いとる。それでも近江連合と東条がいこの二大組織に引導を渡すには伝説の極道たちが必要や。今日は頼むで桐生藩。親父、解散届はお持ちで。歴史的な瞬間です。解散届持って決めのポーズくれませんか。おい、アホなこと抜かすな。ええやないですか。今時は何でも記録に残すんです。ねえ桐生さん。おいやめろや。ええ加減にせ。死んだはずの東条会元4代目と結託した近江連合若頭、組を裏切り近江連合の解散を画策。その懐には今警察への解散届が入っとる。なるほどな。お前は解散に反対っちゅうわけか。獅子殿、近江の人間がこの動画見てもうたら誰かてお前らぶっ殺すわ。そんで俺は裏切り者を暴き出した英雄になれる。なんやと。とりあえず渡せ組はいただいとこう。もう根回しも済んどるんで。なんやお前ら。組長も頭も反逆者やった。そらみんなアホらしなるわ。あんたは親父らに尻尾踏んのに夢中で下のもんが見えとらんかったな。要は器が小さいいうことです。お前は違うってな。部をわきまえて一歩一歩行きますわ。まずは組長から始めてゆくゆくは近江の跡目。大きく出やがったな。生まれが悪いもんで俺はチャンスと見たら命あるも惜しないんや。今日まで2年ずっと待っとった。近江解散の陰謀を暴くこの決定的瞬間もな。そんな前から裏切っとったんか。ドアホ、先に裏切ったんはお前らやろが。寂しかったろ西谷。桐生一馬に渡瀬勝、お前らクソ虫だよ。裏切り者の老いぼれども。あんたはなんで生きとるんや西谷会長。西谷会長を殺したんは俺やったでしょ。桐生さんはその現場におったが俺の背中越しにしか見とらんかった。血のりが出るおもちゃで刺すふりしとっただけや。ちゃんとすぐそばまで救出チームを来させとった。全部計算づくや。お前らの悪巧みもここまでやな。なんでや獅子殿、お前も西谷を恨んとったやないか。せやのになんで。おっしゃる通り俺は西谷会長にずっと命握られて何年も地獄を味わわされてきた。そこに手差し出して拾ってくれたんはあんたや。頭その恩をあだで返すんか。ガキンコロ、ゴミクズ同然やった俺が今じゃ肩で風切って街歩いとる。ずっと憧れよった眩しい夜を生きとるんやで。強い側に立って初めて分かった。力と恐怖で人を支配するっちゅうのはこんな気持ちええもんなんやな。お前、俺が食う飯、着る服、抱く女、あんたはそれを俺にくれたったと思うとるかもしれん。ああ？ちゃうで。何年もかけてどん底から這い上がったんはこの俺や。あんたは最後にほんの少し手差し出しただけ。どえらい勘違い男のあんたにアコで使われて何べんぶっ殺そう思うたかわからんで。我ながらよう我慢できたもんや。あんたに借りなんぞない。俺が手にしたもんは全部この俺が自分の力で勝ち取ったもんや。それをなんや、国をなくすやと近江連合を解散させる。アホ抜かせ、頭湧いとるのか腰抜けが。獅子堂せやけどお前らの陰謀触り立てたところで何の証拠もない。時が来るまで泳がしとくことにした。さらに証拠つかんだとして一人で近江を塗り替えれる思うほど俺もアホちゃう。ちゃんとその後の絵描いてみせな。誰もついてこんやろ。鬼人会を後ろ盾にしたらみんな解決や。この間火事場で助け出した西谷会長に俺は手の内全部晒した。桐生一馬の製造、近江連合と東条会の解散計画、驚愕の裏切り、許しがたい陰謀だよ。だろ？渡瀬の兄貴、昔はあんた人言派の出ってことも気にせず俺を認めてくれたじゃない。極道は力さえありゃそれが全てだって、口だけじゃなく手本も見せてくれた。あんたを本物の男だと信じたから代わりに手汚すのだって構わなかったんじゃねえか。あんたが任侠の善玉みたいな顔してられんのは誰のおかげだよ。なのにこの俺を解散の邪魔だ、殺せ、始末しろときた。耳を疑っちまうよな。ちゃう、あんたを殺すっちゅうのは俺が言い出したことや。黙ってろ鶴野、言い訳にもならねえんだよそんなもん。俺のことも近江のことも渡瀬の兄貴は裏切った。俺らがそれでどんだけ傷ついたと思うなあ。それに引き換え宍戸、お前はマジで大手柄だ。愛してるぜ。あんたらがいらんいう近江の組織は俺らが丸ごといただいたる。そのためになら憎い相手だろうと喜んで尻尾振るってわけだ。おうよ、そこまでやったから今この状況がある。正直に言うで駅にはこの状況は想定外や。相手は渡瀬組と鬼人会の連合軍、こんなありがいな。今日一番の山場が来るのは近江の本部は戻った。ああ、俺もそのつもりだった。だからもしあんたが無所で体なまらせていたんなら多分俺らはここまでだ。わしゃ今日という日に備えとったやで。なまっとるわけないやろが。あんたこそ年食って差別いとらんやろな。いいだろう、少し希望が出てきた。お前はどうだ、鶴野。どうって、あんたらレジェンドとトリオで喧嘩できるんや。さっきからチータギってしゃあない。上出来だ、獅子だ。長いこと念入りに計画を進めてきたらしいな。だが随分でかい穴がある。ああ、ここで俺らを始末できなかった場合はどうなる。その時は何もかもご破算じゃねえのか。本当にここにいるお前らだけで俺たちを止められるのか。おもろいな。また動画撮っとけ。近江連合全員に俺らのお手柄見せな。えい、老害どもはまとめて始末した。今ここが新生近江連合の幕開けや。ぶち殺したれ。しゃあらは何とかする。持ちこたえてくれ。そうりゃないやろな。こんなアホなことあるかい。おかげでいい刀らしになった。悪いが俺らの本番はこの後なんでな。まだ終わっとらんやろが。俺せっかくのスクープをすまんな。殺したかったのはあんただよ。わしもお前やったらそう考える。お前に殺されるんだったらしゃあない。あんたそういうとこが好きだった。なんで裏切った。なんで黙たせ。悪いな、無事今日は死ねんのや。ザクラまだ嫌がったのか。あなた方のピンチかと思い切ってアクセルを踏んだんですが、少し過剰防衛でしたかね。花、なんでここに。うちもおるで。最近はうちでも赤目さんから蒼天堀の情報を仕入れてましてね。彼女は大したものです。この町一帯に目と耳を張り巡らせている。すると今日、死んだはずの西谷らしき人物が目撃されたと。ほんのついさっきな。それで余計なお世話かとも思いつつ様子を見に来たんです。手ぶらじゃなんなのでリムジンをお持ちしました。近江の若頭を乗せるならこれくらいのグレードでないと。スーツの替えもあるで上流。あんた血まみれやんか。えらい気の利く味方がおるんやな。俺も驚いてるよ。親父の着替えもここにありますぜ。どうやら腹痛い言うて休んどる暇はなさそうやな。ああ、言ってなかったか。ここからが本番なんだぜ。分かっとるわ。ちょっとしみるかもしれんけど、見た目だけでも傷隠さな。これから近江を解散しよう言うのにカッコつかへんやろ。自分とこの飼い犬にめっちゃ噛まれてましたって。痛いとこついてくんな姉ちゃん。返す言葉もあらへんわ。お腹はあっちい止めただけやからな。せいぜい動かんようにしとき。くそ、いった。あなたは休んでいるしかなさそうですね、鶴野さん。歩くのも辛いようではどうしようもないでしょう。アホ抜かせ。親父は腹まで刺されとるんやで。それに今日のために準備重ねてきたんはこの俺や。これからって時に外されてたまるかい。まったく、なんでそこまで上のために体を張れるのか。極道というのは気が知れません。こいつは今時珍しいタイプだがな。それより西谷はどうする？ご心配なく、すぐ大道寺の者が回収に来ます。我々はぼちぼちここを出るとしましょう。みんなお待ちどうさん。渡瀬さんの傷隠しメイク完了や。もう近江の本部行ってええよ。うちはここでお見送りや。お、上流、何？あんたに初めて会った時はここまで世話になると思ってなかった。ありがとな、赤目。改めて礼を言う。なんや、そんなもんこれっきり最後のお別れみたいやんか。そうだな、少し固く言いすぎた。戻ったらまた上流に仕事用意しとくさかい。そん時はしっかり頼むで。ああ。これでやっと最初の予定に戻ったな。いや、そうでもない。味方に勘定しとった獅子頭が消えて、わしは腹に刺し傷抱えとる。鶴野も足を負傷中や。その代わりにリムジンをご用意したじゃないですか。近江の若頭が泣き言ばかりでは困りますね。おい、お前もう黙っとれ。今のは一言で余計どころの話じゃないで。こっちはガタキどんのメイクで隠してる身や。しかも本部ついたら精一杯強がらなあかん。今だけ多めに見てくれや。それがお望みとあらば。花は近江の本部まであとどのくらいだ？10分もあれば着きます。つまり15分後には近江連合と東上会の解散が宣言される。どこ吹っ飛ばすかもわからん爆弾に火つけるっちゅうわけや。ああ、あんたは大層な役を買って出たもんだ。極道って歴史に引導を渡そうってんだからな。だがこれはあんたにしかできねえ。解散宣言の書状ってのがあるのか？うん、ちゃんと用意してある。まるで遺言でも書いとる気分だった。確かに似たようなもんかもな。鬼が出るか蛇が出るか、まあ最悪に備えとったら間違いないやろ。さすがに本家若頭の出迎えともなると壮観ですね。この人たちに向かって組は今日で解散というわけですか。もう黙っといてくれ。渡瀬、傷はどうだ？今人生で一番の痛みや。顔が引きつらんようこらえとる。お前は俺が守りきってみせる。誰にも指一本触れさせやしねえ。おい、やめや。これてまうやろ。頭、よくお戻りで。お疲れ様でした。私はここまでです。無事終わることをお祈りしています。いろいろあったけど世話になったな、花輪さん。上流、あなたはこの先も大道寺のために働いていただきます。必ず生きて戻るように。ああ。わずかな人数で私たち関西近江連合が立ち上げられたのは100年以上前になります。創世紀には敵対する組織との抗争も引き起こし、多くの人命が失われた歴史もあります。地域住民の皆様におかれては、我々に対して恐怖感、威圧感を抱かれた方々も多く、誠に申し訳ございませんでした。つきましては、現会長および組若頭、渡瀬勝の連名により、本日をもって関西近江連合を解散いたします。嘘やろ。大阪府警本部長殿。どないなってますんや頭、何を取るんや。東上会6代目堂島大吾だ。東上会、なんでそんなんがここに。頃合いだですね。東上会も近江連合と同じく本日をもって正式に解散する。俺と渡瀬さんは互いに今回の組織解散の見届け人だ。このことは病床にある近江連合会長並びに若頭代行荒川真澄も了承している。アホ抜かせ。なわけあるかい、ボギー。俺は渡せ、この裏切り者か。冴島、今日のために念入りに研いできたんやで。最初の餌食になんのは誰なんや。真島の兄さん。わしらはこれから大阪府警に解散届を出しに行く。文句が出るのは百も承知や。せやけどな、踊れらも極道やったら力ずくで止めてみるや。なるほど、そういうことやったんですが、荒川。あいつが荒川真澄だな。そうです。こないな喧嘩、一生に一度きりや。そしたらとことん楽しめる方につかなおもろないわな。お前も裏切るんかケンド。味方になると頼もしいね。なんやおもろいことになってきましたな。で、今天童の横におるもじゃもじゃがゆうべ話した春日です。ここで俺の都政も終わりだな。でもそれを一世一代の大喧嘩で締めくくれるわけだ。伝説の極道たちと一緒によ。血がたぎるってもんじゃねえか。始まりますぜ。ああ、狙われるのは渡瀬と大吾だ。誰も近づけさせない。減にさらせ。渡せー。やれ。渡せ。なんだ。やっぱり生きとったか。帰ってきよったな、堂島の龍が。あんたが見つけたのか、あの人。あの人？何を言うとるんや。そいつは臨時雇いのただの用心棒や。名前も知らんで。こっちは任せろ。お前ら前だけ見てりゃいい。後ろは俺が死んでも守る。誰だか死ねが美味しいとこ持っていけがる。くっそー、マジか。キリュウさん一人だけカッコつけすぎや。まだまだ食い足りねえぞ、こら！増援が来てるよ。この調子やとまだまだ増えますぜ。俺が追い返す。悪がここを通してやるわけにはいかない。どうしてもこの俺が相手に。はあ、やったぜ。桐生さん、気悪うすんなや堂島さん。わしのその用心棒はあんたらに呼ばれる名前を持っとらん。よう似た知り合いがおるかもしれんけど別人や。いやしかし用心棒の派遣元は大道なんたらいうお寺さんやったな。これ以上は察してくれや。わかりました。さあ、ここはもう行きましょう。俺がご案内します。じゃあな、春日、一つ借りとくぜ。なんや、思ったより軽かったな。あっけなかったんちゃうか。その割に行き上がっとったやないか。俺かてゲロ吐きそうやったでけどこれで全部しまいか。近江も東上界も泡と消えるわけやな。おお、せや。ほんならパーッと打ち上げでもどうや。うまいホルモンでもつつこうや。ご活躍の用心棒さんも一緒にな。悪いが遠慮する。少しくらいええやないか。もともと俺はお前が死んだなんて信じとらんかったで、桐生ちゃん。人違いだ。あんたとは初対面だよ。なんや、俺にまでこんなくだらん芝居に付き合い言うんか。無理に付き合ってもらう必要はねえ。俺がこっから消えりゃ済む話だ。わったわった。そしたらもうちょい芝居に付き合うたるわ。せやからまだ帰んなやあ、何や。宍戸、お前まだ。えらい殺気のこもった名しとる。あいつは俺の客だ。まだ蹴りがついてなかったんだな。何や、お前しばらく身内に弱なったんか。それがあいつが強いかや。俺が生きとる限りお前らはこっから倒産。近江連合をぶっ壊す言うんやったらその前に俺を殺さな。もう終わりや宍戸。見苦しい、もうええ加減にせえ。雑魚は引っ込んどけや。するの何やと。手負いの獣やな。もうなくすもんはないっちゅうわけやおらーほうやっとるんや真島。なるほどな、離さんかい。こんなもんかいな。見てみ、まだしんどらんで。この俺も近江連合もせやろうが。こういうしぶといところがうちの強みやったな渡瀬さん、その傷。親父、これは警察行く前にまた着替えなあかん。お前らいいか、ここでこいつらの弾取らな。極道はほんまにしまいや。たったこんだけ相手に本部潰されて、この先惨めに負け犬の烙印押されて生きるんか。俺らは最強の近江連合やろだ。そうや、強さと恐怖が人を支配するんや。極道の意地見せたらんかい。クソ、あいつを黙らせねえと。いいんだ、気が済むまで言わせてやる。こいつらの裏切りは何年も前から始まっとったんや。ずっと裏に隠れながら糸引いとった。俺らを踊らせて高みの見物決め込んどったんや。そんな奴らに好き放題されてええんか。言うわけあるかい。解散届わしが血服神にしたれ。登場界のチンカスどもも殺したれ。邪魔するもんは皆殺しや。血の雨降らしたるわい。八幡さん盛り上がってきたの。だからこうなる前に黙らせようと。これでいい。は？全部吐き出させなきゃあいつらだって受け入れられやしねえよ。獅子堂も西谷も言ってみりゃ王道のヤクザだ。力を誇示して周りを操り、てめえの欲望と野心を満たすためには手段を選ばない。組織としての極道はああいうやつを便利に使ってきたはずだ。それを清算しようってんなら、俺たちは真っ向から受け止めて叩き潰さなきゃなんねえ。引導を渡すってのはそういうことだ。今ここでそんな真似俺ら以外の誰にできる。用心棒の言う通りや。わしらはあいつら力でねじ伏せてなんぼ。せやろ堂島さん。これじゃまるで俺だけ臆病もんだ。何言ってる。こいつは全部お前と渡瀬で始めたことだ。日本の二大極道に幕を引く臆病もんがそんなの思いつけるかよ。わかりましたよ。ならこれが登場界最後の花火だ。桐生さん、あっちです。あいつが本部の方に。ケリつけようやないか、桐生。獅子だ、踊れる。まだ終わっとらんわい。行けや桐生、こっちは俺らで十分や。雑魚は任せとけ。あいつはお前の客なんやろ。ならお前の手で直接インドを渡したれ。きっちり思い知らせてこいや。分かった、ここは頼んだぜ。初対面のあんたたち。相変わらず頑固やの。この大広間のこの場所に座ったもんが日本のヤクザの頂点に立つ。ここで話す言葉一つで日本中の極道が右にも左にも動く。それが近江連合のドンの価値や。もうそんな時代じゃない。それはお前も分かっているはずだ。分からへんわそないなもん。一度でも登場界のトップに立ったあんたにはどうでもええことかもしれん。せやけど俺らみたいなヤクザやることでしか生きていかれへん連中にはここしかないんや。ここが生きていくために必要な夢なんや。夢か。あんたみたいにてっぺん取ったエリートには分からへんやろな。お前らが勝手に奪っていったもんの大きさが。分かるさ。なんやと。いくら名を消しても、いくら自分を偽っても、根は俺も同じ。てめえより強いやつがいると聞けば喧嘩して倒したくなる。自分が一番強いということを証明して勝ち誇りたい。そんなもんだ。せやったらなんで大解散なんぞに低下したんや。なんで俺らからヤクザの夢奪ったんや。簡単だ。俺らヤクザモンが持っている夢なんてのは毎日を必死に生きている人たちの夢に比べたらゴミみたいなもんだからだ。せいで最後の最後に全部ぶち壊しや。お前だけはこの手で始末したる。その後は沖縄のガキどもや。俺を揺さぶってるつもりなんだろうが、お前とはここできっちり片をつける。どんな小賢しい真似してこようがな。はっ、その言葉全部そっくり返したる。何が伝説の極道や。全員まとめて首さらしたるわい。伝説もここでしまいや。何を見下ろしとるんや。近江連合は今日をもって解散や。お前らがいくら吠えても親父や登場会を止められんかった。こっちの勝ちや。ええ勝負やったな。うん、褒めたるわ。行くで。もうここでやれることはない。うわ、だせえ。よかったらお送りしますよ。また渡瀬さんの新しい着替えも持ってきたで。本当に気が引くな。さあ乗ってください。多分全員乗れるでしょう。あんたやってくれたな。大道寺をペテンにかけるなんてよ。たかが極道にしちゃ大したもんだ。個人的にはこのままぶっ殺してやりたいとこだが、いいエージェントになるから生かしとけだとさ。これから一生きっちり首輪はめてやるからな。安心しろ。西谷も一緒だから寂しくねえぞ。珍しいですね。もう座禅は飽きましたか？まだシャバの空気が抜けきんなくてな。そう言ったら住職が一本くれたんだ。悟りへの道は遠く険しい。たまには一息入れるのもいいでしょう。どうもここで悟りを開けるとは思えませんね。ははこれは手厳しい。新しい仕事か？いえ、あなたはもう少しほとぼりを冷ました方がいいでしょうから。大阪に続き横浜でもご活躍したばかりです。まあそうだな。伝説の竜が後継者に選んだのは春日一番。そういえば彼はあなたとどこか似ている気がします。人の罪をかぶって刑務所に入ったりするあたり、いや、それはヤクザのお家芸でしたか。後継者なんて俺にそんなおこがましい考えはねえよ。ただあの合同解散の後、結果的にあいつが背負っちまった重荷を少しだけ軽くしてやりてえと思った。あなたが働きかける前、彼は出所したてのヤクザ崩れでしかありませんでした。そんな男が権力に溺れる青木亮を止めるまでになったんです。大道寺としても青木の独走は見過ごせないところでした。あなたの後押しがなければきっと春日の活躍もなかったのでは。俺があいつを強くしたわけじゃねえ。強いあいつにたまたま俺が巡り合った、それだけのことだ。しかしですね、さっきから何が言いてんだ。そろそろ本題に入れよ。用があってきたんだろ。おっと、そうでした。大道寺からあなたの今回の労をねぎらいたいと褒美が出されました。ん？あなたの功績は大きいですよ。前にも言いましたね。何せ500億の利権です。ついでに私個人としては命も救われている。それを仮のままにしておくのはあまり気持ちいいものじゃありません。そこでまずはこれをお見せすることにしました。初めて見るでしょう。そこは沖縄のあなたのお墓です。我々の隠しカメラが撮影していました。桐生一馬の大事な子供たちを監視するために。その日はあなたの命日でした。ハルト君は4歳でしたか。かわいい盛りです。カメラが遠いのは我々の監視がバレないためなのであしからず。最後にお参りしている2人は太一君と綾子さんです。ところがこの後レンズが反射してしまったのか、綾子さんがカメラに気づいてしまいます。ねえ太一、これカメラだよね。うん、そうみたい。おじさんのお墓に向いてる。隠し撮りしてんだ。多分俺たちのこと。じゃあもしかしてこれおじさんが仕掛けたとか。おじさんがやっぱり死んでなかったとしたらそうかもな。ヤッホーおじさん。あんた何やってんの。だってこれおじさんが見るかもしんないんだろ。え？ダメでもともと別にいいじゃん。ねえおじさん、俺のことわかる？太一、それに綾子姉ちゃん。こっちはみんな元気。はるか姉ちゃんもはるともね。シロも泉も浩二、三つお、リオナ、エリ、みんな元気だし、それに実はみんなおじさんが死んだなんて信じてなかったりする。本気でだよ。おじさん、俺消防士になったんだ。何かあってみんなが勇気を出せないでいる時、真っ先に人を助けられる人間になりたいと思ってさ。多分おじさんの背中を見て育ったからだよ。私はね、小さな会社でジムやってる。ちゃんと就活も頑張ったんだ。コーチもサラリーマンになった。リオナはアパレル業界、エリは今保育士目指してる。泉はトリマーになったの。マメで練習してた。三つおはとりあえずフリーター、シロは理系を専攻してる。ハルトは今やんちゃなんだよね。目離すとすぐどっか行っちゃって、はるか姉ちゃんとゆうかさん困らせてる。きっと何か事情があるんでしょ。生きてたら絶対俺たちに会いに来るもんな。もし本当にこれを見てたらさ、何か合図をくれない？もう私たちは自力でなんとかやってるし、おじさんに面倒見てほしいなんて言わない。ただもしかしておじさんは一人で寂しいんじゃないかなって。合図が来たとしても朝顔のみんな以外には内緒にしとく。それでいつかおじさんが帰ってきてよくなるまでおとなしく待つよ。そうそう、私も太一ももうお酒飲めるし、絶対楽しいよ。いっぱい話すことあるんだから。あ、そうだ、俺たち明日また来るよ。おじさんに渡したいものがあるんだ。はるか姉ちゃんたちもカメラに話してもらいたいし。おじさんに渡したいものって？そっか、それいいね。じゃあまた明日。じゃあね、おじさん。あいにくカメラは現地のエージェントがすぐに取り外しました。監視対象にバレた以上妥当な判断です。そうだな。 あなたにこの映像を見せることが果たして褒美になるのか検討をしました。いや、見せてくれた、感謝する。太一君はさっきあなたに渡したいものがあると言っていましたね。隠しカメラを回収した翌日、その場所へ朝顔の子供たちがやってきて絵の入った筒を置いていきました。ですが死んだはずの桐生一馬が絵を持ち帰ったと思われるわけにはいきません。そこで現地のエージェントは中の絵を撮影だけして元に戻しておきました。ハルト君が描いた絵です。真ん中にいるのがあなたでしょうか。うまい絵だな、ハルト。見ろよ、4歳ってのはもう字が書けんのか。最後に会った時、あいつはまだ喋れもしなかったなのに。立派にやってますよ、はるかさんも他の子たちも。まったくだ、あいつらはとっくに自分の足で立って歩いてる。なのに俺が一人で寂しいって口に出すことさえできずにいた。子離れできてなかったのは俺だけだったんだな。さっき男の子が何かあった時、最初に勇気を出して動ける人間になりたいと言ってました。子供たちにとってあなたはそういう人間だったんですね。今の俺が耳の痛い言葉だ。ここで座禅する以外やることもね。そういえばあなたには花輪さんが休暇で旅を進めてましたな。もう上にも話は通ってますよ。休暇の期限は決まっていません。その気があるならぜひ。ただし誤解のないように、桐生一馬の死はこれからも貫いていただきます。どこへ行こうと我々の組織があなたから目を離すことはありません。もう修行は終わりか。私もこの寺も形ばかりのものです。お望みなら修行はどこででもできますよ。お行きなさい。最初の目的地はハワイですか？いや、そいつは最後のお楽しみだ。相変わらず自分のやりたいことは後回し。あなたらしい。主任はよほど桐生さんを信頼なさっているということでしょうか。ただの計算づくだよ。手柄を挙げた門には見合った待遇を与える。心象出伐ってやつだ。彼には恩を着せた方がいいし、それで組織の他の駒にもいい影響を与える。もう一つ、堂島の竜は味方として心強い分、敵に回したくはない。ああ、だからといって馴れ合いはしない。その点花輪君はよくわきまえてんだろう。もちろんです。偽名の身分証、クレジットカードなど一式揃えておきました。手間を取らせたな。一派からの許しが出たというだけのことです。あなたとはあくまで管理するものとされるもの。友人にでもなったと勘違いされては今後に支障をきたします。ああ、俺とあんたはそれでいい。上流では偽名に不向きです。勝手ながら鈴木太一としておきました。昔この偽名で身を隠していたことがある。存じてますよ。あんたらにそれを教えたことはなかったはずだがな。実は私、大道寺の人間になるより以前、別のつてであなたを知る機会がありましてね。初耳だよ。私もあなたと同じなんです。何がだ？新たな人生を手に入れるために自ら名を消した男の一人。要するにまだまだあなたの知らない秘密があります。もう、そういう話にもなるだ。どうぞ、お気をつけて。桐生さん。またな。